お待たせいたしました。キバチ TV マガジンが始まりございました。はーい、始まりました。よろしくお願いします。出てんのかな、今回は。いやー、今日さ、うん、同じことを何回もやってる気がするんですけど、気のせいですかね。出ちゃうんだよね、これね。いや、気のせい、気のせいです。さっきも、これなんか下位チケットでもこういうのがあったんだけど。ああ、ほんと？何回も繰り返すっていう。ああ、じゃあ、俺ら、なんか。ちょっと世界線が間違ってるかもしれない。世界線が間違ってるかもしれない。うん。可能性あるね、これね。迷い込んじゃったかもしれないね。はい、じゃあ、今から、はい、世界線が違ってるかもしれないよね、っていうことで、このツイートを出しましょう。あ、そうそう。この放送の URL をね、ぜひ、皆さん、キャッチリーのツイッター見て。最終的にまた変わります。しました。いや、今からしますんで、また変わりますけど、はい、よろしくお願いします。アーカイブ見てる方はね、もう URL 分かってるからいいと思うんですけど、現在私ども生放送、2月5日に放送しております、秋葉 .tv マガジン、秋葉 .tv の吉岡です。よろしくお願いします。杉森でございます。そして、いつも天の声の杉森です。はい、杉森でございます。はい、よろしくお願いします。秋葉 .tv マガジンは、秋葉の今をちょっと真面目に、ちょっと大人に、でもフリーダムに伝える1時間。内容は週替わりで、一味違った秋葉の週末の過ごし方を提案します。本来ですとね、この秋葉 .tv というのはですね、秋葉原の小野店1階のサテライトスタジオ、秋葉 .tv スタジオから、ゲーム、漫画、アニメ、アイドルなど、様々な秋葉原のサブカルチャーを中心に毎日様々な、生放送を配信してるんですけれども、まあ皆さんご存知の通り緊急事態宣言が延長ということになりまして、我々の番組は、実は初のリモート放送を、やっております。私と、杉森は別のところにいまして、杉森は、宇宙彼方に今、そうなんですよ。行っているということで、後ろの背景が地球でしょうか、それは。そうなんですよ。ね、もう地球に入れなくなったと。ですね、本当ですよ。いろんなことがありすぎて。痛くないです。私の後ろの背景はあれです。この番組のテーマソング、第1回目のゲストだった、幸いお母さんが作っている、はい、ネオサインですね。めっちゃおしゃれなんで、ちょっと背景に使わせていただいてます。いやー、おしゃれですね。はい。こんな感じでね、本当はね、我々顔合わせて番組やりたかったんですけれども、まあ、ちょっと離れ離れということで、違う場所から、リモート放送しております。そしてなんだかんだで、この、説明を何回もやってるような気がするんですけれども、今日はちょっと、うん、そうですね。いろいろなトラブルで。もうね、緊張してるからさ、もう、あれなのよ。練習何回もしてる。あ、なるほどね。皆さん練習を繰り返して、今ようやく本番に来たってことね。そう。まあ、ごめん、下芸のことしか言わないけどさ、見てない人わかんないかもしれない。もう、オカリンの気持ちだね、これね。何回も何回も失敗して、ようやくこうね、エンディングに行けるっていう。ね。失敗は成功の母ですから。そうですね。本当に成功するかどうかは、この後次第です。でもさ、リモートだからさ、こうやってさ、杉さんの顔をこう見ながら喋れるっていいよね。いつもほら、裏方だから映んないじゃない、カメラに。意外と映んない。ね。ね、なので、はい、はい、では今日どういう放送していくんですか、まあ、リモートで、ね、今日なんですけど、はい、2月5日で、はい、生放送は2月5日でやってます。そうですね、2月5日って、うん、何の日だか分かりますか。2月5日はね、節分が2月の3日でしょ。あ、でも今年に2日でしょ。あ、2日か、なんか100何年ぶりかに日付が変わったんだっけ。で、2月の5日って言ったら思いつかないんだけど、ちょっと調べてみていい、ウィキペディア。あ、どうぞ。ウィキペディア先生で。昨日ね、中尾流星さんっていう、あ、声優の、うん、フリーザーの声でおなじみの。あ、途中の中尾さんね。はいはいはい。はい、その中尾流星さんは、はい、2月5日の誕生日を迎えまして、あ、そう、70歳になったの。おめでとうございます。私たちもが、なるながらだって知ってる、フリーザさんの真似をする、バンバンバンの山本さんが、はいはい、昨日なんかそのイベントの司会してたらしいんですよ。ああ、Facebook に書いてましたね。そう。うん、だから、あの方、中尾流星さん。本当だ、今、ウィキペディア見てるけど、1951年、中尾流星さんって書いてます。そう。誕生日。で、ウィキペディアに書いてるとすれば、うん、大地真央さん。お、すごい。西郷輝彦さん。森脇健児さん。森脇健児さん、そう。長州小力。あ、そう、小力さんもそう。
で、あと、あの、うん、ちょっと今にはあんまりネタにしづらいけれど、この番組だから許されるからあるかなと思って、長、うん、くなられましたけど、うん、又吉イエスさん。おーなるほど、あの人ね。うん、ここら界隈では有名な。そう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 。うん、でも、このビキに乗ってない人の誕生日をお忘れてないですか、うん、もう前振りいいよね。前振りいい？いや、あの、あれなんだよ、いろいろこの日ってあって、うん、慶応義塾大学と早稲田大学を初の私立大学として認可した人。お、運命だね。これなんかね、僕らともちょっと、ね、関係があるかな。元慶応ボーイとしてたわ。そう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 。あとね、豊臣秀吉の命により長崎でカトリック信徒26人が処刑されるっていう。ああ。残念な日でもあるけど。申し訳ない。うん、申し訳ない。はい。何の日なのよ。引っ張るね。お待たせしました。はい。私、杉森浩一、うん、44歳の誕生日でございます。おお。44ってすごい数字だね。やばいね。うん、もう尿酸値が気になるこれ、ね。はい。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。早生まれだね。早生まれ。で、うん、私の母も2月5日、まあ、そういう話はどうでもいいですけど、すごい、お母さんと一緒なの。うん、誕生日お母さんと一緒って番組やったけど、うん、そうそうそう、お母さんと一緒なんです、うん、リアルお母さん、すごい、おめでとうございます。で、ね、私、うん、吉岡はご存知だと思うんですけど、独身なんですよ。あれ、独身だっけ、まだ。そうなのよ。いいな。聞いてえだろ。聞いてえだろ、やばいだろ。で、まあさすがにね、実家とは離れて一人暮らしをしてるわけで、うん、本当に一人なわけですよ。はいはいはい。そうなってくるとね、うん、なんかしないすると祝ってくれる人がいないわけですよ、ね。ああ、なるほど。そこでね、俺ぐらいで祝うのは、そうそうそう、あ、もうそれだけでもありがたいんだけど、いや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 、せっかくならね、うん、もうちょっといろんな人に祝ってもらいたいわけじゃないですか。祝ってもらいたいね、やっぱり誕生日ぐらいはね。ツイッターで風船上がるだけじゃやっぱりね、もったいないわけですよ。あれなんか、ツイッターで上がるのって誕生日だから買ってんの、あれ。そう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 。実際のは、なんかちょっと逆に虚しくなるよね、あれね。そうなんですよ。やっぱり見せるから。で、あの、そうなってくると、ね。機械だけだよっていう、祝ってんの。そう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 。でね、うんうん、そうなってくると、やっぱもったいない。なんか、うん、ちょっと今、BGM の調整が結構うまくいかないんですけど、ちょっと待って。はいはい、合わせてちゃんと。はいはいはい。うん、で、そういうこともあるので、うん、あの、誕生日を、ね、秋葉原で祝ってくれるところないかなと。皆さんもニーズあると思うんですよ。うん、そこで、皆さんにもお役立ちする情報といたしまして、秋葉原で誕生日を祝ってもらえばどうしたらいいかということをちょっとお調べしようと。いいね、今日はそのテーマで特集でございます。いいね、はい。誕生日を秋葉原で楽しむと。そう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 。で、うんうん、まあ、秋葉原で誕生日を祝うとして、うん、まあ、定番と言いますと、うん、まあ、やっぱり、メイドカフェになるわけですよ。はい、で、メイドカフェの、うん、メニューに書いてる場合もあるんですけど、まあ、うん、まあ、どこ、あ、書いてある、書いてあるに関わらず、大体のお店は、うん、誕生日メニューがあります。へぇ、まあ、このご時世なんで、うん、まあ、予約制だったりとか、うんうん、あと当日申告制、例えば運転免許証を見せて、私、誕生日これですよねっていうふうに見せて、やってもらうことも含めて、一応できるようになってる。何、メイドカフェで、誕生日のメニューが特別にある。そう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 。うん、はい。おお。なので、うん、今回、ご協力いただきましたのが、はい、メイリスさん。お、カフェメイリスさんですね。カフェメイリスさんにご協力いただきまして。そう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 。はい。ね、なんかオープニングの酒感が半端ないんだけど。そう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 。だからね、吉岡さんね、今、シャインズゲートにハマっております。一緒に行って別にテンションが下がっているという上がっているという感じでまあまあそれもそれはあったんですけど、そのメイリスさんに行ってきました。メイリスさんはあれですよね、マホレさんっていう、店長さんが、
はい、秋葉 TV で月曜日に、佐々木さんのレギュラーで、もうほぼレギュラーで出ている佐々木さんの番組でおなじみの、そうそうそう、マホレさんにね、いらし、マホレさんにちょっと頼ってね、はい、お邪魔してきましたので、その様子をちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、お、何写真あんの？はい、写真出しました。今これがおなじみ名刺の看板でございます。はい、はいはいはい、この後出してるのが、あ、ちょっと待ってくださいね。またさっきと、あ、さっきって言っちゃいけない、言っちゃないんだよ。だから、ね、同じ過ちを起こって。さっきって何、杉さん？あさっきって何？なんかデジャブだな、これ。そうそうそう。で、店の。メリーさんのね、かわいいよね、マークね。やっぱかわいいですね。はい。あの、シュタインズゲートって。でゲームの、メイクインニャンニャンっていう、はい、メイドカフェが出てくるんですけど、それのもう原型というかモデルがここですからね。はい、はい、老舗でございます。で、こちらの方でも実はバースデーが階段登ってくるんでございます。はい、で実際作って お願いして用意していただきました。これが写真でございます。お、バースデープレートでございます。で、はいはい、ちょっとこれ、メイリスさんの場合は基本的には予約制です。うん、ちょっと今回ちょっと特別にちょっと当日にちょっとお願いしちゃいましたけど、本来は予約制ですので。で、今予約写真が見れたけど、すごい上手だね、これが。ちょっと後で出しますんで、はい、うん、こんな感じでちょっと写真をドーンと。杉森様って書いてんじゃん。ね、特権。2月5日の、はい、めっちゃ字上手だね。ってかこれマホレさんでしょ。ええ、これ、ね、そっくりだよ。お願いして2時間かかるかかかんないかぐらいだったよね。もうなんかこうアニメーターが描いたような絵だね、これね。いやー本当にびっくりしました。そっくりですよ、絵が。はい、でもう本当に食べるのがもったいないぐらい、もったいない。これ何、チョコレートで描いてんの？そう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 。で、ハートガールです。うん、で、ハートがあるところは、いちごジャムでございます。いちごジャム、杉森様の下のとこね。色がちょっと違うもんね。で、モデルのマホレさんに持ってもらいました。うん、そっくりですね。かっこいいし、モデルがいいと。これは何、絵っていうのは、マホレさん、あ、これ、ね、今映ってますけど、そっくりでしょ、顔。はい、この絵はいろいろこう言ったら描いてくれるわけ。そうですね、今回は得意な絵でお願いしますって言ったんで、マホレさんが得意で、すごいなと思ったんですけど、あらかじめね、こういう絵が欲しいですって言った場合、もちろん、メイドさんによっては絵の技量っていうのがありますので、うんうん、そこはどうしてもおみかしになってしまうんです。でもなんかみんなうまいみたいね、さっきちょっと話聞いたら。いいですね、はい、なので、うん、結構皆さん達者の方が多いらしいので、うまいっていうか、もうプロレベルじゃない、うん、いやプロですよね。すごいよ、さすがだね、メイドさんなのに絵も上手。こういうのは用意していただきました。素晴らしい。なんかこのもう一枚写真があるらしいね、はい、あ、はいはいはい、やばい、これは親には見せられない写真ですね。焼けてます写真、ニヨニヨしておるよ。親とこれで幸せになれるってことよね。そう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 、うん、ということで、まあこんな感じでございまして、うん、祝っていただきます、はい、で実際のバースデープレートの時は予約してもらえれば、もちろんこれを用意していただくのと、あとはメイドさんにハッピーバースデーの歌を歌っていただけるということになってます。で、それも含めて一応2500円の、オーダーになります。すごい。なんかケーキもあったよね。はい、もちろんそれセットです。セットでね、まあ、プレートはケーキなんでアイスだっけ。あ、そうですね、ケーキデザート。はい、うん。でどうだった、美味しかった？先ほど、いや美味しかった。僕ねチーズケーキ大好きだったんで、チーズケーキ用意していただいて本当ありがとうございます。うん、ちょっとレモン風味もあって、ビンゴだったね。
いやーよかったです。いいな、俺もチーズケーキ好き。だから食いたかった。ね、うん、なのでぜひね、こういう。これだからあれでしょ、誕生日だったら自分で予約すればいいわけでしょ、うん、そう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 。もちろんね、自分一人だけじゃなくてね、友達を連れて行きたいんだってもいいんです。うん、もちろん。ああ、でもなんか空き場っぽくていくない、自分を祝ってってやると。そうそうそう。自分で祝うって。セルフサービスでございます。ね、自演オツでしょ、なかなか面白いと思います。そうそうそう、自演で。いいよね。でね。はい。そう、なんか話聞くと、あれでしょ、こういうふうに誕生日の時は秋葉原を回るっていう人もいるんでしょ。あ、いるいる。自分の誕生日だと。私。一軒どころか何軒も行って、ね、俺誕生日っつって祝ってもらう。店ごとにもちろん特徴もございますし、まあ、秋葉原に限らずありますので、例えばバー店舗とかもあるったりするので、まあそういうところは、まあ、まあバーとしてお酒、例えば誕生日カクテルとかね、はいはいはい、しますので、まあそういうのを出してもらったりとかするのも、まあ考え方としてありますよね。いいですね。なんか秋葉ならでは楽しみ方が一つ増えました。そうそう、はい、うん、メイドカフェでも例えばアトホームカフェさんとかだと、はいはいはい、誕生日の前後1日まで、だから誕生日含めて3日間ですね、うん、その中で一応誕生日進行後を祝福すれば、メイドさんが 歌っていただけるとかいうサービスもあったりとか、ただ我々ですと秋葉ディープトラベルで、私ガイドとかも やってるんですけど、ね、はいはい、そうはやってますもんね、うちはね、はい、そこでいつもやってるハニハニーさん、ハニハニーさん、スーツさんの、はい、動画にも出ましたけども、うん、あそこでも私たちも連れていくときに、たまに誕生日のご主人様なのかないましたね、僕も遭遇しました、うん、で、そうするとメイドさんがいっぱいで、ね、ハッピーバースデー歌ってくれるんだよね、歌ってくれるんなんだら、俺たちも歌っちゃったもんね。そう、みんな、そう、みんなで祝う。お店の中でね、祝っちゃうね。そうそう、お店の中でみんなで祝ってくれる。あれ、嬉しいよね、うん。やっぱりね、あれいいですよ。うん、いい。あったかい気持ちにもなる。そう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 、なんか秋葉一つになった感じです、ね。やっぱりそういうのがね、やっぱり店のサービスとして嬉しいと思いますので、うんうん、ぜひ、まあ、人ごつではあるんですけども、まあ、誕生日の楽しみ方して、いいのではないかなと思います。ジンオツだからそれがいいっていう。うん、でね、メイルシさんなんですけど、はい、実はですね、ちょっとこんな写真があったので、ちょっとこちらの方もちょっと出したいなと思うんですけど、はい、準備できるかな。先ほどのね、入り口のところにですね、マホレさんの写真があったんですけど、つけ麺そば、ガクさんを応援しますっていう写真があったんです。おお、今切り替えてガクさん、はい、はい、なんだろうなと思ったら、うん、聞いてみるとつけ麺油そば、つけ麺の油そばのガクさんっていうのが近所にありまして、うん、そことのコラボメニューを今試験的に販売しております。ほうほうほう。ということで、今これ映ってるのはガクさんの写真なんですけども、はい、こちらのコラボメニューをせっかくだから頼もうということで頼んでみました。うん、で頼んだら、これ頼むってね、どういうことこれ、うん、メイレスさんのコラボメニューとして、うん、メイレスさんのメニューの中に、うん、コラボメニューくださいって言うと、はい、何が起こるかというと、うん、今写真を切り替えると、うん、これだ、社長が何、社長が、社長かな、お店の方がちゃんと油そば持ってきてくれます。配達してくれってこと、お店まで。だってこの時しれっと社長さんでしたっけ。そう、社長さん来てその場で撮影交渉して
撮っていいですかって感じです。すごい腰の低い人でしたね。いやー、言い方でございます。すいません。目の腰もあったけど。ね、うん、そうそう。反応に困るからね。で、もちろんこの方は麺しか持ってきてないので、うん、このままではございませんので、うんうん、まあ、実際には麺についてから、施しをして、ちょっとしたメニューになります。すごい。最終的にワコネさんが持ってきたのがこちらでございます。コラボメニュー、うん、ガクリッシュ。その名もガクリッシュでございます。いいね、ガクさんとメイディスさんでガクリッシュ、はい、スープもつけてこういう風に食べます。あ、なんかね、ちょっと縦になっちゃうんですけどね、はい、心の中で、うんうん、左回転してください、はい、でね、これ普通にね、油そばって、うん、私は食べたことあるんですけど、やっぱり丼、うんうん、に入ってるイメージなんですけど、あ、これ見ると一瞬パスタかなって思うわけですよ、ね、スパゲッティみたいな ね、うん、ね、ラー油もあるので、ね、ペペロンチーノかなって思ってたんですけど、でも油そばなんです。で、油そばの歴史とした、うん、そうそうそう。でもさっきちょっとケーキとか食べちゃったんで、これについては吉岡さんに食べていただきます。そうですよ、一人で誕生日なんかさ楽しんじゃってるからさ、俺も寂しくなっちゃってさ、俺油そばって食ったことないのよ。ああ人生初、本当に人生初、人生初よ。そう、で何かなと思って食べたらさ、いや焼きそばかなと思ったらさ、ラーメンだったでしょ。そう、めっちゃうまいの。なんだっけ、メイリスさんは、まあ、先ほども言った通り、シュタインズゲートで、まあ、出てきた設立 で、場面、よく有名な場面 で言えば、オムライスで、ケチャップアートで、世界がやばいって書くのがありましたよね。うん、だから、これも実際やっぱりケチャップアートで油そばを表現しているわけです。そう。油そばに。そう、こんなケチャップ入れないんでしょ、油そばって。入れないね、トマトもあんまり考えないね。そう、かわいいトマトとね、チーズと、あとこうね、ガクさんのガクって書いてくれて、あとチャーシューも入ってるしね。でしょ。うん、いや、だから逆になんか俺もこのケチャップが入ってるのが油そばかなと思ってるぐらいだからそれ間違って、うん、まあいい経験だろう。そこにラー油をぶっかけて食うっていうね。そうそうそう、これ美味しいんですよ。美味しい。いやでね、これね、スープもついてるんですよ、150円プラスだけど、はい、うん、美味しかった。このスープもちょっと濃い目で、なので、うん、まあ、実際吉岡さん、いや、あのね、見た目がさ、ちょっとなんかヘルシーっぽいじゃない、うん、トマトもついてるし、そう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 、こんな感じで、うん、だけどね、食うと結構ガッツリしてんの。あ、そうだってね、ダブルにだとたくさん入ってるように見えるけど、うん、平皿だったら大丈夫かなと思ってるけど、そう、実際には見た目に騙されてる、うん、結構僕とか食いちゃってるからね、お腹減るかなと思ったんだけど、はい、そんなことなくて結構食べてもう大満足です。おお、素晴らしい。これは男子でもいける、うん、なるほど、ということでぜひ皆さん食べてください。はい、これって、何今やってるんだよね。はい、今試験的にやっております。そう、でやっぱりね、うん、土日とかランチタイムは、うんうん、ちょっと混み合ってるので、まあ、一番忙しいからね、お店も。だって、うん、ね、それで大変で、そっちのお店の方のラーメン売れないとまず大変なことになっちゃうからって、一番落ち着いては、そう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 、困っちゃうからね。平日の、ランチ、ランチタイムで、おやつタイム。15時あたりね。15時あたり。15時あたりになると、うん、ガクさんの方もスッと出してくれますんで、ちょっと素晴らしい、遅くなった昼ごはんに、ぜひ立ち寄ってみてください。うんうん、もちろん、平日なら大丈夫なの？まあ、平日だったらスッと出るみたい。なるほど。ね、先ほどの話ですと。しばらくなんか実験的にやるんだね、はい、これね。はい。そうですね、はい、まだちょっと終わりは決めてないみたいな。なかなかいいよね、その
これも秋葉っぽくないですか。秋葉の一つのメイドカフェにいながら別のこうつけ麺が食えるっていう。メイドカフェでオムライスを食べようと思ったら、いいよね、この横連携で油そば、しかも他の店から油そばっていうなかなかね、そういいちゃんと配達に行くと思いますので、ぜひぜひあのこちらあのこれを食べに来るってメールしにでも構いませんのでよろしくお願いします。あ、それも全然いいよね、うん、はい、というわけで、いやなかなかいいじゃないですか、今日の取材は、今回ちょっとメイドさんにご協力いただきましてありがとうございましてございました。せっかくなのであのメイルスさんから、はい、コメントをいただきましたのでありがとうございました。こちらの方をご覧いただきたいと思います。カフェメイリッシュの店長のマホレです。ボタンです。わー、はい、今日からバレンタインイベントを開催しております。バレンタインイベントの、はい、内容をお願いします。はい、本日2月5日から14日まで開催しております。通常メニューの1000円以上のメニューにプラス300円でメイドさんのランダム恨み家が1枚ついてきます。でさらにお会計5000円以上いきますと抽選券がもらえます。でその抽選に当たりますとメイドさんからバレンタインチョコをプレゼントしてもらえます。お、当たるかもしれない、ない、おすごい、はい、あとですねそれ以外のイベントではあのつけ麺油そばガクさんとご近所にあのお店があるんですけど、そちらとのコラボで、ガクリッシュあの油そばを限定で、はい、しばらく平日のみしばらく提供になりますがご用意しておりますので、社長さん自らが運んできてメイドがこちらで仕上げたりしておりますので、そちらもぜひご賞味ください。メイリッシュでお待ちしております。お待ちしております。というわけで見ていただきました。なるほど。あ、今すみません、コメントを見たらあれですね。平日だけのやつですね。先ほどの油そば。そうでしょ。はい、平日だよね、うん。はい。ということですので、ぜひよろしく。はい。で、もう一つ先ほどの方で言ってなかったのが、はい、バレンタイン。ね、バレンタインイベント今日から。じゃ今日から始まっております。ね、2月14日まで。やっておりますので、はい、あのさっきの女の子の衣装がね、なんか特別なんでしょ。ボタンさん違いましたもんね。はい。ボタンさん、うん、はい。なので、可愛かったね、そこで、うん。そういう衣装も言いつつ、確か5000円お買い上げボタンだからそういうチャンスがあるんですよね。うん、うまくいけば、おお、おお、がもらえるみたいな感じなので、ぜひちょっとメールしたら本編もチェックしていただければと思います。はい。ということで、まあ、こんな感じで、楽しいよね。うん。メイドカフェでの誕生日の過ごし方を、うん、メイリスさんのご協力でお送りしてまいりました。いや、本当に。この他にもね、うん、例えば、カスラさんですと、カリ島とかで、はい、バースデー仕様のものをご用意したりとか、あとは、うん、誕生日プレゼントですよね。ね、うん、例えば、ポボンデッタさんで、はい、鉄道模型を買うとか、うん、あとはそれこそね、家電屋さん、オノデンさんでもそうですし、ね、ビッグカメラさんとかソフマップさんとかありますけども、家電製品というのも、ね、プレゼントとしてはいいものになったり、例えばあの自分へのプレゼントでもいいんじゃないの？そうそう、例えば、ね、まあ、分かりやすいのでシェーバーとかとかね。うんうん、杉さんだったら電車好きだから鉄道模型とかいいじゃん。ポッポポン出た。そうなんだよね。なんか僕の場合は鉄道模型もいいけど、うん、なんか例えばパソコンだったりとか、それはいい杉さんなんで。もっと高いもしれないね。もらえるものなら。欲しいものシリーズでも作りますかね。でもさ、やっぱり秋葉原ってなんかいろんな人の欲望が形になってるから、ああ、そうですね。それを誕生日という名目のもとに、そうそうそう、思う存分楽しむ、なんかいいきっかけになる街だよね。なと思いますので、うん、はい、いろんな意味でね、秋葉原ってこういうこともできるんだっていうことを、うん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 、皆さんちょっと知ってもらうきっかけになれば、確かにいいかなと思います。知りませんでした、誕生日にこんな楽しいことが秋葉原で、しかもぼっちでできるっていう。そう、ここが重要、うん、大事。ぼっちでできる。そう大事。
ぼっちで行き。お金出してるから。誕生日祝ってもらうって自分、お金が出して祝ってもらうの。こんなに喜ばれることないよね、お店の人に。で、経済効果ないよ。そう。なので。だって、2月5日は、杉森が秋葉原に降臨したら、うん、どこも祝ってくれるってことだもんね。そう、思いたいね。ということで、ということで。なかなかできないよ、秋葉チャックなんて。はい、2月5日。そうそう。ということで、誕生日をぜひ秋葉原で過ごしてみるっていう言い方のちょっとご提案をさせていただきました。ということで。はい、ありがとうございます。いい取材でしたね。のコーナーでございました。はい。はい、それではですね、曲を聴いていただきたいと思います。サイバーお母さんのね、はい、この後ろの、そう、サイバーお母さんの。うちの番組テーマソング第1回ゲストで聴いていただきましたけれども ね、はい、はい。この MV はまたすごいんだ。聞いていただきたいと思います。秋葉食満載です。ぜひお聴きください。そうですね。あ、そうですね。はい。ちょっと、準備がですね、ちょっと待ってからね。お、準備がかかるわけですね。今日は杉森は宇宙から放送してるんでね、ちょっと時差がありますけど。はい。じゃあ、それではお聴きください。天皇街道一人。はい、どうぞ。お久しぶりでございます。I'm not afraid of the dark.
はい。音楽聴いていただきました。回転の回の一人旅。万世橋からビームですよ。すごくないですか。そうですね。本当に転職だからね。お着物でね。サイバーおかんさん、ぜひね、皆さんググってくださいね。素晴らしい方です。そうですね。はい。うん、ではですね、まあ、この後の残りの時間を使いまして、秋葉 .tv の紹介をさせていただきたいと思います。秋葉 TV YouTube チャンネルやってますので、ぜひ皆さんご登録お願いします。はい。おとといの2月3日にですね、あの、ホラーチャンネル、毎週水曜日の17時にやっておりますけども、はいはいはい。2月3日の放送、アーカイブ残っておりますが、あの、今日2月5日から東映系で全国公開されます、上映されます、樹海村という映画が、はい、ホーラー映画があるんですけど、そちらの、プロデューサーをされております高橋大輔にゲスト出演していただきまして、すごかったですよ、その回ね、見ました。樹海村の裏話だって、あの、その去年ヒット作品に犬鳴村っていう作品があるんですよ。で、そちらも含めて、あの、村第2作目っていうふうに言われて、第3作がある、のかっていう期待されちゃってるんですけども、そちらの、樹海村の裏話とかも、あの、アーカイブで見れますので。第2作がなんでできたのかとかね、話してましたよね、いろいろね。話してましたので、うん、ぜひちょっとこちら面白いので、あの、アーカイブチェックしていただければ。余談ですけど、あの、はい、さっき、メイリッシュのマホレさん出てくれたじゃないですか、県庁、県メイド庁の。はい。うん、そう、あのマホレさんがね、あの番組見ててくれてるみたいで、そう、あの、さっきの前作の映画、犬鳴村。見に行ったらしいですよ。おお。結構好きみたい。なるほど。うん、あ、私はね、苦手なんですよ。うん、ホラー系嫌い？ホラー系無理ですね。僕もね、ちょっと苦手っちゃ苦手だけど、はい、でも怖いもの見たさってあるじゃない。ああ、わかる。それはわかる。うん、ね、あの、お化けとか怖くないんだけど、その、うん、暗闇とか、急に大きな音するとか、ああいうのビクッとするよね。音はビビるね。ビビるよね。もうビビり屋さんなんで。あ、そこを楽しめるかどうかってとこだよね。ああ、ね、でもすごいなんか期待だよね。今日風切りだっけ？今日からねえ、なんかね、4DX もある。 4DX だっけ、うん、あの、あ、映画で、そうそう、なんかいろいろ風が吹いたりとかね、今映画で水がピュッて出たりとか、そうなんか後ろから突っつかれたりとか、うん、そうめっちゃ怖いよね、それね。高橋さんはあの、知ってても怖いって言ってました。あの、ぜひちょっとそこも含めて、これは映画館じゃなきゃね、できないんで、ね、できないので、ね、うん、ぜひ今日からの東映系だっけ、それ系で、ね、はい、今日から声で封切りされてますので、400巻ぐらいあるって言ってたんで、おー、そう言ってたよね、うん、ぜひあの、行く前にこのアキバ TV のその YouTube、 そうホラーチャンネルを見てください。あと、うん、YouTube でもホラーチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、そこでもコラボ映像があるらしいので、あ、まあ、合わせて見ていただけるとより楽しみかなと思います。はい、よろしくお願いします。で、2つ目、はい、明日から新番組が始まります。はい、お、新番組、第1、第3土曜日の18時から課金しないと、はいはい、課金しないと、そう、課金、あの、課金でチャリンチャリン、チャリンチャリン の、 あのお金を貸す、お金を貸す、うん、で、内容としては、まあ、ネットショッピングを含めて、これに課金しないとなーっていうことをどうやって PR していくかっていう内容でございます。結構、当日流す V もちょっと準備してもらってるんですけども、結構面白い内容です。面白い。なんか、はい、面白そうだね、それね。はい。うん、ぜひちょっとそちらの方を、はい、明日、新番組スタートでございますので。明日の何時ですか？ 18 時です。はい。2回。18時。はい、ご覧の秋葉 .tv で配信します。はい、見れます。はい。第1、第3土曜日の8時から。はいはい、あ、違う、18時、はい、8時から、だから夕方の6時だね、午後6時、あ、16時ね、うん、はい、はい、行いますので、ぜひご覧ください。はい、生放送です。はい、で、もう一つ大事なお知らせ、はい、はい、あの、緊急事態宣言は、はい、当初2月7日まで、そう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 、今週末までの予定だったんですけども、うん、皆さんニュースでご存知の通り、東京都内を延長、まあ、一応3月7日を目処に7日
ということになりました、うん、まあ、それに合わせてですね、うん、通常は、アロデンさんのスタジオ、秋葉 TV スタジオについては、ね、カーテンを閉めて、うん、音を出さないような仕様でやっておりまして、うん、番組も一部を除いてお休みをさせていただいてるんですけども、うん、まあ、ちょっとね、お休みが長すぎると、うん、皆さん もう申し訳ないので、うんうんうん、少しずつ復活の予定でございます。素晴らしい。はい、来週月曜日2月8日から、はい、14時からのエンジェルリングというと、うん、エンジェルリング、うん、はい、19時からの秋葉ログイン、はい、佐々木さんの、はい、こちらが再開です。はい、さっきのマホレさんも来るのかな、多分。あ、はい、アシスタントでございます。はい、アシスタントになんかもうレギュラーだよね、あれね、もうここね、レギュラーですね、うん、もう、うん、はい、安定の、はい、で、あとですね、木曜日の声これ学園も復帰します。はい、うん、で、これはどういう番組なんですか。声これ学園っていうのがアイドルユニットなんですけど、声これ学園の皆さんがいわゆる勉強をしていくと、これ、実際のやってた番組ですと、イラストにチャレンジしたりとか、モノマネにチャレンジしたりとか、そういうのモノマネ、そうそうそう、で、その中で MVP を決めるみたいなことをやってまして、皆さん、いい、ワクワクするね、それね。ぜひそちらを楽しみで、木曜日の18日、こちらも復活でございます。はい、であともう一つ、はい、看板番組でございます、昼の12時、毎日お送りしてました、はい、秋晴れ。秋晴れね。こちらも、2月の13日に復活の予定でございます。うん、はい、お、ちょっと1週間。この番組、毎日でしょ、だって。毎日。で日曜日もね、うん、そう、MC さんがいらっしゃるのありますので、復帰できる日から順次ということなので、うん、すごい、今のところ2月13日からは毎日の予定でというふうに伺っておりますので、秋葉のお昼は秋晴れということでね、そうですね、はい、またね、ちょっとね、2ヶ月休んじゃったのですからね、うん、もう一度定着させるべく、皆さん、パワーアップして帰ってくると信じておりますので。ぜひお楽しみにしてください。はい、まあ、これ以外にもね、いろいろ番組復活とかあります。うん、まあ、このように、いわゆるリモートで収録する場合もございますので、ね、詳しくは、うん、秋葉.tv の YouTube チャンネルだったり、ウェブサイトだったり、ホームページ、Twitter とか、ぜひご覧ください。都度更新しておりますので、はい、よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じで秋葉 TV ではね、毎日何かしらの生放送やってるってことですよね。そうでございます。はい。ということで、ね、今順調にね、チャンネル登録者、増えております、うん。ぜひ皆さん知らせていただいていて、いろんなことができるようになりますので、うん、ぜひチャンネル登録。まあ、この番組高評価っていう、ね、チャンネル登録ってボタン押せばいいんでしょ。そう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 。そうするとチャンネル登録ってボタン押せばいいんだよね。はい、押すと、うん、次の生放送はいつかなっていうのが来ますので、ね、この番組に高評価がつくか分かんないですけど、他の番組も含めてぜひ高評価つけてると皆さんやる気が出ます。これいいね、いいね、いいね、お願いします。これ逆なんだね。逆はダメですよ。こっちこっちお願いします。こっちです。はい、しやす違う。出す。ということでよろしくお願いします。指圧の心を破壊方法でやるからね。はい、まあ、マジで。あったね、それね、うん。はい。ということで、やってまいりました。で、ということで、そろそろ終わりの時間なんですけども、緊急事態宣言に伴いまして、歩行者天国は、うん、まあ、ちょっと今週末まで、今のところ休みだったんです。はい、多分、このまましばらくお休みかなと。まあちょっとしょうがないね。緊急事態宣言はね、みんなで頑張るしかないからね。明日、明後日は一応晴れの予報ですので、ぜひぜひ、まあそういうの、保護者天国とか関係なく、ぜひ秋葉原のところで。ぜひ皆さん、マスクをちゃんとしてね。あ、そうですね。感染症対策は、そうそうそう、もちろんマスクも、マスク、そうですけども、
手洗いうがいは絶対やってくださいね。あ、そうですね。すごい個人的な話なんですけど、私歯医者で歯医者の先生とかにやっぱり口が汚いと、うん、やっぱりこういう実際映った時に、うんうん、重症化するっていうのを教えてもらったんですよ。じゃ予防っていう意味でもいいんだね。予防っていう意味でも、うん、手洗いうがい歯磨き、おまあよく考えてみればね、8時で全員集合でも歯磨きよって言ったじゃないですか。言ってた。まさにその通りだ。その通りだ、本当だ。ね、ぜひちょっとね、手洗い、うがい、歯磨きを。若い人分かるかな、今の。若い人そうなんだよね。分からないらしいんだよね。うんうん、でも、それはもう、どんなに時代が進んでも、みんなやる基本ですので、ぜひ、手洗い、うがい、歯磨きを忘れてあげて、秋葉原の街を楽しんでいただきたいなと。そうですね。もう説教じみてる回答ですけども、いろいろ。さすが44歳。そうですね。長いこと生きてる。うん、長いこと生きていただけますね。うん、というわけで、そろそろ時間なのかな、そうすると。はい。また、天皇街道一人を聞こえましたので、そろそろエンディングに行きたいと思います。はい、次回、2月12日の予定です。はい。はい。18時から。次からは18時だと思います。おかしいな。今日も18時からやってんじゃない？回線が違うのかな。おかしいな。俺の時は8時を指してるんだから。ものすごい違う。なんか体力使ってるけど大丈夫かな。うまい。ちょっと後でスタ丼でも食いに行こうと思います。まあ皆さんちょっとね、ご迷惑おかけした部分もありますけれども、まあこんな感じで精神的なことを我々やろうと思ってますんで、はい、失敗をものともせず生放送してい いくんで、来週ももしかしたらリモートかもしれませんけども、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。それでは、秋葉 TV マガジンはこれでお別れです。お相手は、はい、また来週お会いしましょう。はい、吉岡さんと杉森でございます。あ、吉岡でした。はい、どうもありがとうございました。